これ失敗した写真とは、さあ何でしょう、失敗した写真。あ、逆光が失敗した写真と。他は逆、なんか失敗した、これは自信持って失敗だって言える写真ありますかね。ボケる。ボケる、はい。目が半開く。あ、それは被写体のせいやね。うん、まあいろいろあるんですけども、よくね、あの私最近皆さんと言いますか、初心者の方に教える場合によくやる、その今ボケるっていうのはですね、いくつか原因があるんですけども、一つは被写体ブレって言って、写ってる人が動いてしまってボケるという場合もあります。でもう一つは手ブレって言って、写すカメラの方の手がブレブレになっちゃってブレる。でもう一つはピントが合ってないピンボケ。もう一回整理しますよ。写ってる人が動きが速くてブレてしまう場合、撮る人の手がブレてしまう場合、そしてピントが合わない場合で、それぞれの対処法を今から説明しますね。相手が動いてしまう場合に関しては、シャッタースピードを上げるっていうテクニックがあるんですけども、細かいことは抜きにして、強制発光モードにしてストロボを焚いてください。皆さんの場合、相手が動いてしまう場合はストロボの強制発光でやればブレることもないっていうのはまず一つありますね。で、手ブレに関してはデジタルカメラになってね、手ブレ増えたんですよ。なぜ増えたか、じゃあ皆さんもう一回カメラ出してください。で、私をもう一回狙ってみてください。川田君、ちょっと一眼レフ出しててくれる。あ、もういいです、あの撮らなくていいです、フィルム持ってないんで。あ、フィルムはいらないですね。あの撮っても撮らなくてもいいんですけど、今ここにいる方全員あのブレやすい方法で撮ってるわけなんです。今あの今日アシスタントの川端カメラマン、あの月刊裏だで、こっちもっと出てきて。これがいわゆる一眼レフデジカメってやつで、あ、自分で、で、ね、必ずあの組み立て、必ずね、カメラ持つときはこの紐を手に通してください。落とす元です、手に通さないと。で、一眼レフカメラの場合は手じゃダメなんで首にかけます。首にかけるか、もうこう手でグッと巻いてしまって、こう最悪落とさないためです。とりあえず必ず体の一部分に引っ掛けるようにしてください。で、これが一眼レフカメラで、まあ、これ全体でだいたい軽自動車1台分ぐらいしますけど、はい、まあそれはいいんですけど、じゃあ川端さん、私を撮ってみてください。はい、何が違うか分かります？手の持ち位置。すなわち、いや、まあそうなんですけど、よく見てくださいね。今ね、デジタルカメラ必ずこうモニターに映るんで、モニター見て撮るでしょ。だから手がこうブレやすいんですよ。だからこう撮るぐらいの気持ちで、ここにも覗き窓あるでしょ。これが手ブレを防ぐ一つの方法です。そうです。脇で締められないんですよ、これ伸ばすと。ちょっと脇が窮屈ぐらい、ちょっと軽くキュッと、はいはいはい、これが手ブレを防ぐコツです。もう今日これ聞いて帰っただけでも来た甲斐があるでしょ。脇を締めるで、近づけて、あのモニターが見えないときは覗き窓で確認してこう撮ってください。覗き窓ついてないカメラの方いますかね。多いですよね。もうついてないときはしょうがないんで、なるべく脇を締めて体にくっつけて。で、あのちょっと余談になりますけど、僕らが業務で使ってるカメラはモニターに出ないんです。最初から覗いて撮るのが前提なんで、モニターは撮った後にしか出ません。ですから一眼レフを買おうと思ってる方いらっしゃいますけど、最初使いにくいです、カメラに慣れてない方は。よろしいですか。そこまでいいですね。大丈夫ですか。そして今もう一回整理しますと、被写体ブレについてはとにかくまあストロボ強制発光にして、ストロボで止めるっていうのが一番簡単なテクニックですね。で、手ブレに関しては覗き窓があって、覗き窓で撮るっていうのが一つの方法。ない場合はとにかく体に近づけて脇を締める。で、もう一つはピントが合わない。これもね、対策があるんですよ。で、逆に言えばね、こういうふうに書いてる。なぜピントが合うか。ピントが合わないのが失敗ですよね。なぜピントが合うか。それはカメラが、これまた細かいことはやめますけど、機械ですよね、カメラっていう。それがこう被写体に
を捉えて距離を測ってピントを物理的にレンズを出したり引っ込めたりして合わせるわけです。別に難しくないですね。もう一回言いますよ。カメラはを構えると大抵は真ん中にピントがいます。ですから被写体はベーシックに真ん中に置いてください。この十字になって自分で対策が線を引いて真ん中に被写体を置く。それで応用編で黄金分割で、ね、2対3のところにとかそういうのはまず除いて、とにかく真ん中に被写体を置く。そして距離を測ってピントを合わせてくれるんですね、カメラが。それをオートフォーカスと言います。でここで一つ問題なのは、機械も神様じゃないんで合わせるのに 0.5 秒から2秒ぐらいかかるんですよ、そのピントを合わせるのに。ですからカメラ撮ろうと思ったらこう撮るよって言ってこう構えて真ん中に相手を置いてズームの角度とかも考えてシャッターを半押しって言うんですけど、こう半分ぐらい押して、最近のカメラ早いんでもう 0.5 秒ぐらいで合いますけど、気持ちいい1、2、3ぐらいに切るぐらい、これするとピンボケの半分はなくなります。半押し、だからいきなりガーッと押し込むんじゃなくて半分ぐらい押してちゃんとカメラがピントを合わせたよって教えてくれるまで待つと、これをやれば半分はピンボケなくなります。これ1、もう1でこうちょっと軽く押して、はい、押しながらしてください。押しながら手を離したらもう一回振り出しに戻ります、はい。